こんにちは、ジェイカムです。爪楊の電気測温器が寝袋になると分かって印象が大きく変わったという動画になります。私はパワーハウス400を購入してキャンプで使ってみました。詳細は概要欄にリンクを貼っているのでそちらをご覧ください。パワーハウス400の使い方の中で電気測温器を寝るときに使ってみました。もともと考えていた使い方でなく寝袋として使えるということが分かりました。パワーハウス400の商品を買うことで別の製品の価値が向上して費用対効果という点で大きく印象が変わりました。紹介するつもりでなかった電気測温器、どのようにして印象が変わったかを見ていきます。それでは行きましょう。最近妻は勉強をしています。勉強場所はリビングです。冬は足元が冷えるということで悩んでいました。私は仕事部屋の足元が寒いということで電気測温器を購入していました。妻の要望で違うタイプの電気測温器を購入することになりました。ウードのホット足入れヒーターになります。このように腰まで温めることができる電気測温器になります。 Amazon で5999円です。ちょっと高いですよね。新しい商品を開けるときはちょっとワクワクしますよね。あれ、なんか安っぽいな。この第一印象の時点で少しテンションが下がっています。まず気に入らないポイント1、綿 35%、ポリエステル 60% と外見が安っぽい印象を受けました。ちょっと手作り感のある生地の印象です。最初匂いがきつくて、その点も私の印象を悪くしています。この商品は洗えるので匂いの問題はすぐに解決しました。このリモコンとアダプターを接続することで電気測温器を温めます。私の気に入らなかったポイント2つ目はリモコンが安っぽいということです。5999円にしては安っぽいと思いませんか？それでは電気測温器を詳細に見ていきます。この商品のグッドポイント1番目は脱がなくても歩行可能だということです。詳細は後ほど紹介します。それでは内部を見ていきましょう。チャックを上下することで電気測温器に入ることができます。グッドポイント2番目は炭素繊維加熱できる素材だということです。赤外線が内側から温めるような素材になっており、見た感じでも暖かそうだということがわかります。はい、ここで私の印象のおさらいです。このような印象だったので私の第一印象としては普通よりちょっと悪いといったような感じでした。実際に妻に使ってもらいました。妻のグッドポイント1、お腹、腰、足、全部が温かいです。私の妻は冷え性なのでお腹から足全体を温めてもらえるっていうのはものすごく心地よいそうです。妻のグッドポイント2、外観が布っぽいので触っていて安心感があるです。ここは私と大きく印象が違う点になります。温度は6段階調整ができます。時間は7段階調整です。妻のリモコンの印象は普通でした。ここも私と印象が違った点になります。
実際に勉強している様子になります。お腹まで電気測温器に包まれているような状態になります。妻のグッドポイント3、足を出せるので暑い時に空気調整可能ということです。妻のグッドポイント4、足を出せるので移動もできるというところです。このように私と妻では印象が大きく違うところがありました。私の印象が大きく変わったのはこの商品を購入してからです。それがこのアンカーパワーハウス2400になります。動画の冒頭を紹介したように、私はこのパワーハウス2400をキャンプに持っていきました。寒さ対策、暖房器具として妻はこの電気測温器を寝袋代わりとして使用しました。実際にアンカーと一緒にこの電気測温器を使ってみると、この電気測温器の実力がよく分かりました。妻は今までの春キャンプでは確実に夜中に寒さで起きていました。夜中に5度の気温でしたが、妻は一度も目覚めることはなかったそうです。では実際に妻にどのように使ったかを再現してもらいました。経験者なら理解してもらえると思いますが、この足元からお腹にかけてが温められるということは寒さにすごく重要なことです。通常の寝袋は首元まであります。しかし妻個人の意見としては、上半身は毛布等で温めることができるのでこれで十分だということです。実際に昨夜の就寝時には毛布をかけて寝ていました。それでは結論に行きましょう。私の結論です。電気測温器ホット足入れヒーターは子供や背の低い人はキャンプで寝袋にできると思います。妻は家で勉強時に使い満足しています。冬だけでなくキャンプに持っていくことで一年中使用できるようになりました。パワーハウス2400と組み合わせることで費用対効果価値が上昇しています。私は購入を検討する価値があるというふうに結論付けました。最初は印象が悪かった電気測温器ですが、ある商品と組み合わせることでこんなにも私の印象が変わるというのは驚きでした。今後もこのような商品があればどんどん紹介していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。私は愛車のフォレスターの紹介動画や、フォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。